やー、新井が監督になるとOh, hi there. Excuse me, can I ask you something? I'm very hungry and I was wondering if you could help me find some Japanese food here, especially in Hiroshima. Excuse me, I'm very hungry, so I was wondering if you could teach me somewhere. I want to try some Japanese local Hiroshima food.来年5月に行われる G7 広島サミットに向けて、外国の人らに広島の魅力を教えちゃろ。ほいじゃけ、覚えておこうこの言葉。ハーモー来るで、もてなし G7。 今日困っとる外国人がやってきちゃったんはここアメリカから。アメリカの公用語はもちろん英語や。ちなみにさっきの彼が言おっちゃったんは小賀のことよ。I want to try Japanese local Hiroshima food. なんか知らん、広島のご当地グルメが食べたいみたいなね。そこで今日の覚えておこうこの言葉はこれ。I recommend soupless tantan noodles. おじゃあ一緒に言ってみようか。はい。発音良すぎじゃろ。あ、これをさらに足したらね、相手はもっとテンション上がる思うわ。The more you mix it, the more delicious this Hiroshima food becomes.これ言ったらかっこええで。もうね、広島のこと興味津々になる思うわ、外国人さんは。せっかくなら元祖のお店教えちゃろ。汁なし担々麺発祥のお店喜作はね、電停の船入り幸町で降りたらすぐよ。なんか店の中洞窟みたいなの。でまずは券売機で食券を買うんじゃけど、これ大盛りにするか温玉入れるか迷うの。まあよし決めた。お、早速作ってくれとるわ。汁なし担々麺の味の決め手はタレよね。自家製ラー油に醤油ベースのタレ、これでニンニクやら生姜やらなんやらかんやらいていろいろ入っとるみたいな。お、これ山椒もね。このしびれる辛さがなけんにゃ汁なし担々麺とは言えんわ。で最後に入れるのがこの秘伝のスープや。材料はわしにだけこっそり教えてくれたんじゃけど、昆布と煮干しの出汁を効かせた鶏ガラスープらしいで。あ、言うてしもうた。わしと店長だけの秘密にしよう思うとったのに。いけんいけん。こっちのお兄さんはなんか湯切りしとる。癖が強いの。湯切りの癖が強い。じゃあこのやり方じゃったら水分がしっかり飛んでコシのあるシャッキリした食感になるんじゃと。他にはパラパラに炒めた豚そぼろや倉橋で作られたシャキシャキ食感のネギを乗せて完成よ。はい、お待たせしました。おー、来た来た来た。これが元祖汁なし担々麺や。わしはね、温玉トッピングがおすすめ。じゃあ早速いただこうか。ああ、嘘。汁なし担々麺はしっかり混ぜんとね。最低30回は混ぜんさいよ。1回2回ね。ほら見てみんさい、このタレが麺にしっかり絡んで美味しそうなじゃろ。ああ、美味しそう。ヤミーツキ、Hiroshima is awesome!おいしい。おいでろ。おい、笑顔じゃねえ。じゃあ今日の覚えておこうこの言葉。 I recommend soupless tantan noodles. Soupless tantan noodles が汁なし担々麺いうこと。これで I recommend 何々で何々をおすすめします、わしは何々をおすすめするでいう意味になるんよ。じゃあもう一遍言うてみよう。せーの。 おー、今回も通じたね。